ついてないな。当然だな。悪く思うな。好きに歩いて勝手に行くぞ。悪く思うな。行け。興味ない。
全てを断ち切る。悪くない勝利だな。悪く思うな。何度も言わせるな。あんたの獲物じゃない。悪いな。頼む。早い。俺に任せろって言わせるわ。ちょっとした快感なんだ。いいからさっさと片付けてくれ。君たち仲いいね。限界を超える。何度やっても同じだ。俺の獲物じゃないらしい。この光。
魔法か？これは星の輝き。ここではない星。あなたの記憶に宿るふるさとの光よ。ふるさと？そう言われても。覚えがないとしたら、あなたはふるさとを見失ったのね。思い出は消えたってことか。過去を取り戻したいと思うか？興味ないね。過去の自分がどうだろうと、今の自分が俺だ。なら教えてくれ。思い出せないふるさとの光に、今のあんたは何を思う？優しくて、温かい光だ。こんな光に溢れる星なら、ふるさとと思って帰るのもいい。あなたは帰れない。過去へは戻れないから。そうか。でも、未来には進める。思い出には戻れないけれど、新しい世界を望むなら、クリスタルが旅を導く。あなたの、いいえ、あなたたちの約束の地へ行ける。俺も？どうする？このクリスタルに願って、旅してみるか。譲る。あんたのクリスタルだ。行くと決めたら途中下車はできないよ。過去を振り切ることになるけど。思い出の中に帰る気はない。俺が行きたいのは、これから動き始める世界だ。行こう。じゃあな。一緒に行かないか？面白そうだが、今はいい。そっち側が気に入っているのか？逆かな。気に食わない世界だから、突き詰めて暴きたいのかもしれない。厄介な性格だ。人のこと言えるか？また会おう。いやあ、手が外れちゃったな。どうしたんだ？クラウドは無事に旅立ったけど、彼がパラミティアから出てったら、彼と一緒に出現したマコールもついでに消滅してくれるかなって。予想は外れて、ロは健在だな。パラミティアのエネルギーをチューチュー吸い取ってるみたい。どうする？どうするもこうするも、俺が後始末するしかないんだろ。おほう、珍しくやる気ね。ヒーローっぽいよ、今の君。さては、クラウドに影響された？あいつに影響されていたら、興味ないねと断ってるよ。宝探しをしたいだけだ。3番魔航路からはクリスタルが見つかった。他にも何かありそうだろ。つまりご褒美欲しいだけ？本音はそれでいいけどさ、人前ではパラミティアを守りたいとか、悪を放っておけないとか、適当な建前を並べといた方が人々が期待するヒーローっぽいよ。俺は他人の期待に応えたくて戦っているわけじゃない。何のために戦うか、
理由を決めるのは俺の自由だ。ついてないな。悪く思うな。後悔すると言っただろ。悪く思うな。当然だな。
全てを断ち切る。何度やっても同じだ。